コンファンミーティングオンラインライブ2023、ご視聴の皆さん、こんにちは。こんにちは。始まりましたね、はい、ついに始まりました。はい、はい、で私、今日本日 MC を務めさせていただきます、写真家そして映像クリエイターのフォトグラファーの上田浩二です。よろしくお願いします。はい、写真家の小室美穂と申します。よろしくお願いします。はい、はい、で2人でね、YouTube 写真家夫婦上田家というチャンネルもやってますので、ね、ニコンのこといっぱい発信してますよね。そうですね、はいはい、で今回は私たちはなんとあのステージだけじゃなくて、はい、MC も担当させていただくことになりました。はい、よろしくお願いします。この時間からですね、夜の22時まで皆さんとご一緒できるかなと思います。ね、盛り上げていきたいと思います。はいはい、でなんと今回のファンミーティングなんですけど、はい、5年ぶり。そうなんですよ。5年前僕覚えてるんですけど、日本各地をですね、まあ、リアルで回って、あの時はですね Z7 でしたかね、はい、その魅力をですね伝えたりですね、あとはあのクイズグランプリやったりですね、ものすごく楽しかったんですよね。はい、で今回もね、クイズグランプリあるんですよ。そうです、今回全国で皆さんに見ていただけるっていうのがね、また楽しいわけですよね。そうですね、はい、あのコンテンツもかなり盛りだくさんです。なんとね、だって12時間あるわけですから。そうですよ、はい、飛行機乗ったら皆さんニューヨークまで行けますからね。そういう換算そうだね、はいはい、で、まあ、ニコンクリエイターの皆さんのステージだったりとか、はい、クイズグランプリ、そしてニコングッズの販売もね、そうですね、限定グッズなんかもね、今着てる T シャツだったり ね、はい、そういったものも販売してますので、かなり盛りだくさんの内容になっております。はい、はい、そしてね、今回の場所が特別な場所なんですよね。そうなんです、平和島ステージというですね、ここすごく広いねスペースあるんですけど、これ最新の LED だったりですね、これ背景がね変わったりします。ロボティックスのね技術だったりですね、最新鋭のねスタジオになっています。はい、ということでこの後ろにあるこのファンミーティングってありますけど、はい、これ合成じゃなくて実際の。そうなんですよ今後ねちょっと背景にもね注目していただきたいんですけど、次々ね変わってくると思います。ステージによって背景も変わっていくので、それも見どころだと思います。はい、で今回ですね、私たち、まあ、あの出演者をみんな撮ってる、ね、カメラっていうのが、まあ、最新の Z8 はじめ Z9 という、ね、カメラを使って、まあ、撮影を、ね、してるので、その辺も、ね、注目してもらいたいですね。はい、はい、そして、まあ、今回、ね、12時間やるわけなんですけれども、はい、MC が私たちだけではなくて、はいはい、特別ゲストも来ていただいております。はいはい、ご自身でも、Z6 をお使いになられていて、はい、SNS だったりとか YouTube でさまざまな発信をされています。はいはい、じゃあ早速ね、そうです、お呼びしたいと思います。皆さんご存知の方ですね、はい、加藤恵美さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。始まりましたね。はい、皆様こんにちは、声優の加藤恵美です。よろしくお願いいたします。いやちょっと私ニコンファンミーティング5年ぶり開催ということですけれども、はい、うん、今回初参加になり、まさかの出演者側に回るとは思っていなかったので、びっくりしてます。楽しみですね。楽しみです。12時間ありますからね、そうですね、盛り上げていきたいと思います。そうですね、よろしくお願いいたします。Z6 お使いということで、はい、もうバリバリのニコンユーザーということで、はい、きっかけはどういうきっかけだったんですか？きっかけは、はい、まあ、ブログだったりとか当時やっていたので、はい、その写真を綺麗に撮りたいなって思った時に、うんうん、当時まだガラケーパカパカの状態だったので、うん、もっといい綺麗な写真が撮りたいなと思って持ち始めたのがニコンのコンパクトデジタルカメラだったんですね。はい、それがなんかピンクのメタリックのやつと、あとクールピクスの S6900 っていう自撮りボタンがついているやつだったので、すごくブログだったりとかの自分発信をする時の写真にすごく向いているカメラだったので、そちらを使い始めたんですけれども、その後猫ちゃんを一緒にお迎えして暮らすようになってから、猫の黒猫の写真を撮りたいとなった時、難しいんですよね、猫ちゃんはね、やっぱりちょっと黒いので潰れてしまって表情がね見れなかったりとかしますもんね。ピント合わせも難しかったりしますからね。はい、まあ、そこで初めて一眼カメラということで、はい、D の5500を、はい、まずは一眼レフから入って、一眼レフから入りました、うん、はい、そこでね、いろいろたくさん撮ったんですけれども、ちょっとやっぱり欲が出てきてしまって。そうなんですよね。そうなんですよ、はい、もっともっと綺麗なの撮りたいってなった時にはもう D850 を気がついた手にしてましたもうね、それがもう沼の始まりですね。そうなんです。そうするとね、どんどんレンズが欲しくなるんですよね。はい、はい、
っぱりね、カメラが変わると表現が変わってきますから、さらにレンズで変えていくっていうのにまさにハマったという。そうですね、850ってすごいですね。もう本当にもうちょっと中級者向けの、はい、いいかなと思ったんですけれども、どうせ買うならもう最初にいいものを買ってしまった方が、後からステップアップをしなくて済むし、うん、もう最初から綺麗な絵が撮れるだろうなっていうのを想像して、もう最初にお金をかけました。素晴らしい投資だと思います。はい、そこから今 Z6 をお使いなんですよね。そうなんです、はい、そこからやっぱりミラーレスカメラ、小型なのをちょっと持ち歩いて、はい、いろいろ外で撮ったりとかもしたいなと思ったので、うんうんうん、ミラーレスの Z6の黒猫なので、やっぱり好感度に強い。なるほど、セブンじゃなくてシックスの方を、そこですね、選びました。さすがです。はい、そうですよね、うん、一眼レフからミラーレスになるとさらに小型になるので、持っていくカメラバッグとかもね、うん、小さくなりますしね。そうなんですよ、はい、なので本当に出かけた先に仕事で地方行ったりとかも結構あるので、うんうん、そういう時に気軽に持ち込めるようになったので、うんうん、いろんな写真を撮れる機会が増えました。じゃあもう猫ちゃん以外にもね、はい、結構いろいろ撮ってらっしゃると。そして、はい、まあ、今年は大きなイベントといえば CB プラスが、ね、ありましたけども、はい、いらしてたんですよね。そうなんです、はい、本当にプライベートで初めての CB プラスで、それまでも開催されていたのは知っていたんですけれども、うん、はい、なかなかスケジュールが合わなくて、うん、行くことができなかったので、今年初めてやっと念願の CB プラスに素敵、はい、あの熱気いいですよ ね、 ね、 いいですね。実際に行かれてみていかがでしたか。いや、もう本当に、うん、みんながいろんなカメラを来場者の方も、そうですよね、みんなカメラを下げて歩いてる光景がすごく不思議で、みんながこうカメラが好きっていうのが伝わる、ね、うん、会場だったなっていうのと、ニコンのブースだったりとかも、うん、いろんなレンズとかカメラも試せるようになっていたり、ね、はい、もうレンズのラインナップがずらっと並んでいたりで、見てるだけでも楽しかったです。そうなんですよね、はい、あの会場でまたレンズとかカメラ触っちゃうと、うん、また沼にはまっちゃいますよね。そうですね、はい、あとはね、いろんな写真家の方だったりクリエイターの方がね、いろんなセミナーとかもしてる、うん、それでまた感化されて、そうなんですよ、このレンズいいかもとかってね。それであれですもんね、 85mm の F1.2 を、はい、なんと購入しました。すごいですね。はい、もうすごいですね。私 85mm っていう焦点距離持ってなかったので、まあ、いつかは欲しいなと思っていたところに、まさかの F1.2 で登場したということなので、これは買わねばと。さすがだなと思うのが F1.8 ではなく F1.2 を選んだというのがさすがだね。やっぱりロマンはあった方がいいかなと思いまして、ね、そこをロマンというとね、はい、もうかなりですよ。そうですね。ということでね、楽しみですね、本当に2時間、はいはい、楽しみですと、はい、いうところで、それではですね、本日のコンテンツのご紹介をしていきたいと思います。はい、まずはですね、本日2部制としまして、第1部を15時15分頃まで行い、ブレイクを挟んで16時より第2部のスタートとなります。終了が22時とね、長丁場になりますけれども、ぜひ皆様最後まで楽しんでいきましょう。また Zoom で行う参加者限定コンテンツでは、クリエイターの撮影裏話や Z8 製品企画担当による開発秘話など、ここでしか聞けない話が盛りだくさんとなっております。こちらも配信と合わせて楽しんでください。ね、開発秘話とかもなかなか聞く機会がないので、そうですね、はい、気になるところですね。そうですよね、注目の Z8 のね、ここでしか聞けないっていうのが気になりますね、はい、どういう風に作られてきたのかとかね、考えだったりっていうのを聞きたいですよね。そうですね、はい、そしてお二人もね、ステージに出られる、はい、ということなので、はいはい、見ていきましょう、はいはい、私たちはですね、まず個人の分もので言うとですね、12時50分から、うん、ビハインドザシーンオブセカンドネイチャーというですね、映像クリエイターの葵さんという方が、ね、おられるんですけど、その方の撮影に同行して、まあ、どのように作品が出来上がっていくのかっていうのを、まあ、ドキュメンタリースタイルで、ちょっと Z8 の魅力も込めながらですね、作ってたので、そのさらにビハインドザシーンをお話しするという形になってますので、はい、まあ、機能とかね、興味ある方結構ご紹介していきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。私自身も映像勉強したいので、はい、もうお二人の、ね、もう生でここで見られるというのがすごく嬉しいです。はい、ぜひ楽しみにしてください。はい、その後の時間はですね、私のラジオの時間、レディーアクションというコーナーがございます。こちらは私と、老人と文学者さんの3人でお送りしたいと思います。はい、
映像配信なのにラジオをやるという、ね、楽しい、はい、もう好きにカメラのことをかな語ってもいいコーナーだということなので、はい、楽しい時間にできたらなと、はい、濃い時間になりそうですね、そうですね楽しみですね、もう盛り上がりそうですね、そうですね、はい、またね他のコーナーとは違った雰囲気のラジオになると思うので、うん、はい、ちなみに参加者の方もあのコメントでいろいろとねやり取りもできるそうなので、はい、ぜひコメントの方もたくさん入れてくれると嬉しいです、はい、その後ですね、ニコンのクイズグランプリなんかもありますね、はい、はい、はい、こちらニコン全国から予選を勝ち抜いてきた8名によるセミファイナルラウンドが行われたり、はい、その後勝ち抜いたファイナルラウンドを2名の方で決勝ラウンド、すごいですね、うん、精鋭ですよ、いやですね、予選のクイズがすっごい難しかったです、小室さん参加されたそうですね、いやもう多分カメラのことだけじゃなくって、うん、今までの歴史を知らないと答えられないような内容だったりとか、うん、もう本当に多分ニコン愛に溢れてないと答えられないような内容ばっかりだったので、はい、楽しみですね、どんな方々が集まったのか、レベルの高さを、でもレベルめちゃめちゃ高いと思います、体感しましょう皆さん、はい、一体どんな戦いになるのか、でその後ね、長いいろんなイベントが終わった後に感謝祭があるんですよね、はい、そうですね、これは盛り上がりますよ、はい、そうですね、はい、まったりとね皆さんとお話をしていこうと思うんですけれども、はい、あの本当にゲストの方がたくさんいらっしゃいます、あらゆるニコンクリエイターだったり写真家であったりですね、うん、参加してくださるので、ちょっとこれまあぜひ見ていただきたいなと思います、ぜひあのチャットとかでもね、あの、はい、聞きたいこととかがあればあの、はい、質問投げかけていただければと思います、はい、はいはい、いや本当にすごいですね、いろんなコーナーがたくさんありますので、もう本当に勉強になることばかりのお話をね皆さんがしてくださると思うの で、楽しみながらちょっと学んでいただくっていうのもいいと思いますね、そうですね、はい、皆様がねどんなコーナー気になるのか、はい、たくさんコメントだったりとか寄せてくださると嬉しいなと思っております、はい、それではですね、今私たちが着ている T シャツだと、はい、グッズの紹介に行きたいと思います、今私たちが着ているこちらの T シャツはですね、ニコンファンミーティングを記念して制作した T シャツとなっております、はい、可愛いですね、すごく後ろがカメラで、カメラがね、4つイラストがあって、うん、Z9 から Z30、はい、ウィンドマフまでついてるんですよ、可愛いです、可愛いですよね、ちょうどモフモフがついてる、細かいですね、ねえ、はい、はい、他にもいろんなグッズがございますね、はい、僕もね、このストラップとか、あ、かっこいいですね、このストラップすごいいいですね、はい、あ、これはまたファンミーティングのね、あのグッズとは違うんですけども、はい、こちらのファンミーティングのグッズの方は数量限定なの で、あの、はい、お早めに ね、皆さんぜひチェックしてください、すごい良くないですか、こう、かっこいいです、限定なしなのでね、はい、はい、はい、こちらクリエイターズグッズですね、はい、ニコンファンミーティング記念した、ね、スペシャルグッズは他にもまだあるんですけれども、すべ、はい、て数量期間限定となっております、皆さんぜひチェックお願いいたします、はいはい、そして、ね、一部もうすでに好評のため売り切れのものもあるそうなのでご注意ください、はいはい、今先ほどご紹介いただいたこのストラップなどの、はい、そうですね、こちらですね、ニコンクリエイターズグッズの方も、ニコンダイレクトまたはニコンダイレクト楽天市場店で販売中となっております、こちらもぜひチェックお願いいたします、はい、そして本日のファンミーティングをご視聴いただいた皆様に各グッズが当たる抽選プレゼントも実施いたします、抽選に参加するためには高野祭終了後にアンケートにご協力ください、はい、というわけでニコンファンミーティングコンテンツ続々とあります、はい、はい、はい、ここでお知らせの方もしていきたいと思います、まずは5月26日の Z8 の発売まで待ってないよという方へ、ニコンプラザ東京大阪にて Z8 の先行体験会を5月25日まで実施いたします、ウェブからの事前予約制となっておりまして現在受付中ですので、まだという方はぜひご予約お願いいたします、次に SNS キャンペーンというのも行っておりまして Z8 発売を記念して Twitter と Instagram でキャンペーンを開催しております、指定のハッシュタグをつけて投稿していただいた方の中から抽選で1名の方になんと Z8 プレゼント、Z8 ですか、すごい、はい、すごいですね、これは参加しなきゃですね、これはもう参加しないね、もったいない、当たるかもしれないんで、はい、ぜひどんどん投稿してください、はい、そして LINE 登録の方もぜひお願いいたします、
最後に今回ご紹介したキャンペーンなどのお得な情報やニコン製品の最新情報をいち早く皆様にお届けするニコンイメージングジャパン公式 LINE アカウントのご紹介です。ファンミーティング公式サイトのトップページにバナーがございますので、ぜひそちらから友達登録をお願いいたします。そしてなんとニコンイメージングジャパンの YouTube 登録者がもうすぐ5万人ということで、ぜひぜひまだ登録していないという方は、はい、チャンネル登録お願いいたします。ということで、この後は10時15分から Z8 スペシャルステージ、 Z8 製品企画担当の土屋さんによるここでしか聞けない Z8 の魅力編となっております。というわけでここからコーナーがスタートしていきます。はい、では参りましょう。せーの、レディーアクション。それでは Z8ここでしか聞けない話を始めさせていただきたいと思います。 Z8 ですが、レディアクションというキーワードで、送らせていただきます。 Z8 は卓越した性能と軽快なボディ、こちらで、いつでも準備万端ということで、通常であればレディアクションなんですけれども、レディの後にピリオドを入れさせていただいて、レディそれからアクションという形で、今回は、キーワードとさせていただきました。私株式会社ニコン映像事業部 UX 企画部土屋聡と申します。よろしくお願いいたします。この Z8 ですが、 Born from Z9DNA と記載されている通り、 Z9 の持つ最高クラスの性能と機能をコンパクトボディに凝縮しております。価格はオープンプライスとなっております。カタログやスペシャルコンテンツをもうご覧いただけましたでしょうか。ニコンプラザ東京大阪での先行体験会で Z8 をお試しいただけましたでしょうか。本日はカタログやスペシャルコンテンツだけでは語り尽くせないお話を披露いたします。なぜこれほど多くの点で Z9 と同等の性能を達成できたのか。実は私、ここの部分を多くの方が誤解しているのではと思っています。Z9 と同等の代表的な機能を今一度振り返ってみましょう。こちら Z8 と Z9 の比較資料になります。実は多くの部分が Z9 同等となっており、高画素それから高速性、こういった部分は共通点が多いです。しかしながら Z9 フラグシップ機ということもあり、やはり防塵防滴性能、それからランタン紙などさまざまな点でプロに適した機能などが Z8 よりは上に上回っております。しかしながら Z8 をよく見れば機能の追加点がいくつかあります。こちらの方は後ほど説明させていただきます。でもう少し見やすく、こちらの方比較資料用意させていただきました。こちら記載の通り、やはり防塵防滴性能は Z9 が上です。それから、ランタン紙シンクロターミナル、こちらプロが使うような端子装備は、Z9 が上です。それからやはりバッテリーですね。バッテリーの方が、ENL18 から、ENEL の15の方に変わっておりますので、撮影枚数などは、Z9 の方が上回っております。しかしながら、Z9、こちらの方は USB 端子が、1端子となっておりますが、Z8 からは端子が2つになっております。なので通信専用端子と充電専用端子、こちらが2つついております。こちらの方はさまざまなアクセサリーと充電、こちらのアクセサリーを使うことによって幅広い撮影ができるようになっており、 Z8 の方が優れている点があります。それから Z9 ですけれども、動画の記録時間ですね、こちらの方大型筐体となっておりますので、撮影時間が Z8 よりは長い。しかしながら Z8 も十分長時間撮影できるという形になっています。はい、それから機能的なところでは HEIF 対応、こちらが 10bit HDR が撮影できる新しいフォーマットになります。それから人物印象調整機能、こちらの方と美肌機能、こちらの方が Z8 で搭載されております。その他にもさまざまな点で優位点があります。
それからもう一つ、AF 性能ちょっと気になるかなと思いますが、Z8 では、9種類の認識機能、その中で飛行機モード、こちらが専用モードで搭載されています。こちら Z9 にはない機能になっております。スペック比較をしただけでも多くの同等の機能があり、一部の機能は向上しています。その他に挙げると以下のものがあります。これらはすでにカタログやニコンホームページの商品サイトにも載っているので、説明は省きさせていただきますが、例えばですね、このさまざまな撮影で手ぶれ補正をしております。はい、こちらの方は Z9 同等なんですけれども、シンクロ VR で 6.0 段の手ぶれ補正を実現しております。それから、動画撮影時にも手ぶれ補正機能を、搭載しております。しかしながらこちらの VR なんですけれども、小型化しながらも Z9 と同等の防振性能を実現するために、実は Z9 から VR ユニットは新規で開発いたしました。ですので同等という表現ですけれども、しっかりと作り直しているというところを認識していただければと思います。またオートフォーカスの性能、連写速度、連続撮影可能枚数など軒並み Z9 同等を実現しています。この通り1000コマ以上の連続撮影可能な 20fps の高速連続撮影が可能となっております。こちらの高速連続撮影ですけれども、 Z9 と同じくデュアルストリームを用いたリアルタイムのライブビュー表示をしながらの連続撮影が可能になっています。ですので高速被写体に対しても非常に強い機種であるということが言えます。それからさらに高速撮影ができます最高120コマ秒のハイスピードフレームキャプチャープラスも搭載しております。こちら AEAF 追従で 30fps、60fps、120fps の撮影が可能となっております。こちらの方も Z9 から何一つ落とすことなく搭載しております。それから決定的瞬間を効率的に捉えるプリキャプチャー機能が搭載されています。こちらの機能はシャッターの前押しから1秒前のものが記録されるという画期的な機能です。やはり撮影時には撮り逃し、少し反応が遅れてしまう、そういうことがございます。しかしながらこのプリキャプチャーを用いることによって、しっかりと撮り逃しなく撮影することができるようになっております。こちらも Z9 から、一切機能を落とすことなく入っております。それから世界最小約 3% の人物の顔サイズも検出できる9種類の被写体検出が入っております。こちらも Z9 同等の検出性能となっております。それから不規則に動く被写体もシャープにピントを合わせる 3D トラッキング機能が搭載されております。やはり今までの Z シリーズ、この 3D トラッキング機能が載ってなかったんですけれども、 Z9 から、この 3D トラッキング機能を搭載することによって、非常に追従性が上がりました。使い勝手としても非常に、上がっております。こちらの方を使っていただくことで、胴体に対する、追従性が飛躍的に上がっていると思っています。それから撮りたい構図に合わせてフォーカスエリアを設定できる20種類のカスタムワイドエリア AF を搭載しております。こちらも Z9 のファームアップで入りましたが、 Z8 でもしっかりと載っております。作例の通り被写体に合わせてエリア形状を変更させることによって、より確実に被写体を追従し続け狙ったものを撮影することができます。私も Z9 などで撮影するときにはこのカスタムワイドエリア AF を多用いたします。こちらを使うことによってしっかりと撮影することができるというふうに思っています。でもニコンのカメラをよくご存知の方はお気づきになると思いますが、これら Z9 の ENEL18 よりはるかに小さい ENEL15 で実現しています。これは皆さんの想像以上に大変なことです。皆さん
Z9 から下の部分を切っただけというふうに思っているかもしれませんが、その切った部分に大型の電池が入っていました。今回はこのグリップ部分の小さな部分にこのバッテリーが入っています。ではこの小さなバッテリーでどのように実現したか、これを実現するために基板の回路規模を縮小し、各ロジックも見直し、省電力化いたしました。やはり D800 は高画素機としてエポックメイキングなカメラでニコンをリードしました。そして D850 では高画素と高速性の両立で一眼レフの完成形とも言われました。この Z8 ではその魂を受け継ぎつつ、動画撮影者のニーズにも応えたい。チームとしては高画素、高速性、それから動画性能をこの小型軽量ボディで実現するを目標とした結果、フラグシップの Z9 性能と同等となってしまいました。 Z8 が新たに取り組んだこと、 Z8 を作るからにはそれなりのプレッシャーがありました。 Z9 同等の性能を実現するだけでなく、 Z8 で新たに取り組んだこともたくさんあることをぜひ皆様に知っていただきたいです。すでに Z9 のことをよくご存知のニコンファンの皆様はお気づきの点かもしれませんが、まず AF の被写体検出で飛行機モードを加えました。こちらが飛行機撮影をさらにサポートする被写体検出の飛行機モードです。こちら被写体飛行機モードを選択していただき、検出していただくことによって、薄暗い時にも飛行機をしっかりと認識することができます。合わせてこちらは Z9 同等となりますが、 AF 低輝度限界マイナス 9EV を達成しております。こちらの暗所性能と相まってしっかりと飛行機を、追従し続けることができます。この点はすでに Z9 の性能を超えています。商品紹介の動画でも出てきていますが、特に夜間に着陸する飛行機を捉えるときに性能の改善を感じていただけると思います。また特に動画性能や画質の点で Z8 では独自のメリットを提供しています。高い機動力を発揮できる12ビットロー動画の内部記録を Z9 と同等で実演させていただいています。しかしながらこの小型軽量ボディで 8K30、8K60P のローの記録が可能となっています。やはり 8K 動画かなり高精細な動画です。こちらを使っていただくことによって非常に高精細で美しい動画が残すことができます。その他にも12ビットのプロレゾロー HQ の収録ができます。こちらは Apple さんのフォーマットで、ローよりも使い回しが良い、使い勝手の良いフォーマットになっています。その他にも12ビットローの記録時に、プロキシ用のファイルを同時記録することができます。それから多彩なアプローチで映像品質を高める豊かな表現力、こちらの方でも10ビットプロレゾ 422HQ も対応しています。それからクロップなしで 4KUHD の 120P が記録できます。こちらの方はハイスピードの動画となっておりまして、ドラマチックなスローモーション動画を撮影することができます。それから N ログを搭載しておりますので、さらに幅広い表現の絵作りなどをコントロールしながら表現することが手軽にできるようになっています。その他にもさまざまな動画性能、こちらの方は Z9 そのままに実現しております。それから 4K の画質なんですけれども、こちらは 8K オーバーサンプリングによる高精細記録ができるようになっております。こちら作例の方を見ていただければ分かる通り、
オーバーサンプリングがオンの時には非常に解像度高く 4K 動画が記録できるようになっています。これらロー動画内部記録 Z9 と同等に選べる動画コーデック、 8K オーバーサンプリングによる 4K60p、 これらを Z8 で実現するためにはとても苦労しました。とりわけ動画の連続撮影時間について Z9 と同等ではないですが非常に高いレベルで実現しています。これだけの小型ボディで放熱問題を乗り越えてこれだけの撮影時間を実現いたしました。こちら 8KUHD でも 4KUHD でも長時間の動画連続撮影が可能ということの表になります。 Z9 ではアンストッパブルというキーワードで長時間記録が可能になっておりました。こちらの方は記録時間が目いっぱいの120分以上の記録になっています。それに対し Z8 ではどうかというと 4K60p では同じく125分の記録が可能になっています。それから先ほど言っていた 8K ですね、 8K30p での記録でも十分長時間記録が可能な時間を実現しています。 Z9 では運用しづらかった小型軽量を生かしたジンバル撮影、他にもハイアングルでの撮影など内部記録の身軽さも相まって非常に幅広いフィールドで活躍できます。画質の点では Z9 でもまだ実現していない静止画で 10bit HDR 撮影可能な形式に対応いたしました。静止画を動画の中で使用したりタイムラプス動画の表現がより豊かになります。こちら豊かな階調表現ができる HLG という形で機能を搭載しております。こちら 10bit HDR は HEIF で出力することができます。実はこの 10bit HDR を記録できる HEIF ニコンでは初対応となります。実は今まで我々が扱っていた 8bit SDR JPEG というものがあったんですけれども、この 10bitHDR、HEIF 形式というのは実は今までの JPEG 形式というのは100ニットという明るさの中に、広大だったセンサーから取り込める光を、小さく圧縮して表現していたんですね。ですので白飛びなどの現象が起きていました。しかしながらこちら HLG 静止画 HDR 表現が可能になったことで100ニットの SDR から1000ニットという、広大な明るさを表現できるようになりました。それから 10bit の、表現になったことでさらに、階調表現が豊かになっています。色日記に関しましても sRGB から広く BT2100 に対応しております。ですので、全ての面で非常にパワーアップした次世代のフォーマットになります。でこちらの HLG 静止画なんですけれども、まずアプリケーションとしては NX スタジオで対応しております。こちらの方で編集現像が可能になっております。そして、本体内では HLG 静止画として、記録可能ですが NX スタジオ上では PQ フォーマットにも、対応しています。ですので HLG、PQ、用途によって使い分けしていただけるようになっています。それからこの HLG 静止画どういった時に使うのかというところがあると思いますが、やはり輝度表現が上手なフォーマットです。今まではプリントで SDR というフォーマットで使っていたんですけれども、この HLG HDR 表現というものは高輝度のディスプレイなどを用いていただくととても綺麗に光の表現ができるようになっています。今は電子デバイスがよく使われる時代になっています。お手元のスマートフォンなども高輝度対応となっておりますので、そちらの方で閲覧していただくと非常に綺麗な映像が見れることができます。それに加えて動画ではすでに HDR 我が社でも対応しておりますが、静止画もその HDR 動画こちらのフォーマットに追いついたことによって動画と静止画両方混ぜこぜで使っても違和感なく
それから綺麗に表現することができます。ですので静止画という形でただ公開するのではなく、動画映像とともに静止画、こちらも混ぜ込んでいただいて使っていただくことによって、より表現の幅が広がるのではないかなと思っています。それからこの機能を実現したことによって 8K の HLG タイムラプス動画が撮影できるようになりました。こちらも 8K で HDR 表示できるタイムラプス動画になっています。特にこの機能なんですけれども、星空などを撮るときにこの高輝度を活かせて星を輝かせることができます。ディスプレイ自体が発光しておりますので、星のきらめきが再現できるんですね。ですのでさまざまな場面、それから雪景色、さまざまな場面で使っていただければなと思います。こちらなんですけれども、簡単に見ていただくためには HDMI ケーブルと本体をつないで、テレビや 8K 対応、4K 対応の HDR モニターでご覧にいただけると、よりきれいに見ていただくことができます。今の時点ではまだ閲覧するためのモニターを選ばないといけないですが、特に静止画を得意とされる方が多いニコンユーザーの皆様が、今後静止画と動画を融合させた新たな表現にチャレンジできることになります。画質に関しては D850 や Z シリーズで行き着くところまで行ったなと正直思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。 D から Z では Z レンズの卓越した描写性能により、より美しく撮影ができるようになりました。私自身も写真や動画をよく撮影していますが、Z8 では新たな映像表現の可能性を実感しています。やはり今まではプリントを意識してきましたが、高輝度の発光ディスプレイと組み合わせることによって、例えば晴れの日の雪山に舞う粉雪が日の光にきらめくときに、肉眼で感じる眩しさまで表現できてしまいます。オンラインではちょっとお伝えするのが難しいですが、公開されている動画などを見ていただければと思います。また美肌効果を初めて搭載いたしました。合わせて人物印象調整と、それからホワイトバランスのクイック補正と合わせて、人物をより美しく表現したい、そういう強いお客様からのニーズに応えさせていただきました。それと加えて最近揃ってきました高性能な F1.2 の単焦点シリーズと Z8 のバランスは非常によく、ぜひ機能と組み合わせて最高のポートレートを皆様に撮影していただきたいと思っています。こちらが人物をより美しく描写できる機能です。美肌効果ですが、こちらの通り、作例の通りですね、効果を入れると毛穴が非常にきれいに、整えられて表示されるようになります。それから人物印象調整機能です。こちらの方は様々な肌調に合わせながら人物の印象調整を行っていきたいと思います。こちら、作例になります。この通り、オフとこちら効果強めになりますけれども、大きく美肌効果が出ているのがお分かりいただけますでしょうか。それから人物をより美しく描写できるということで、さらにこのホワイトバランスのクイック補正機能が入りました。こちらが入ることによって様々な光源あると思います。そういった場合でも即座にホワイトバランスを補正し、より肌を美しく見せることができます。それから人物撮影時のオートホワイトバランス性能の向上をしております。こちらより肌を映えるように補正しており、それからニコンのスピードライト、こちらの方もパートナーブランドとの協業もいたしておりますので、よりよく肌表現ができるようになっております。これらの機能を合わせることによって、非常に美しく人物表現ができるようになっています。その他、小型システムで実現できる動画性能、画質はすでに多くのプロの映像クリエイターが撮影の現場で実感したことを発表の際におっしゃっていただいています。小型で軽量な動画撮影システムを実現しております。
今回この Z8 ではカメラ内で12ビットローそれから10ビットプロレゾの内部収録が可能なため、HDMI の外部モニターが不要となります。それからシステムの小型化、セッティング時間の短縮を実現しています。こちらの方はすべて、ニコンの N ローそれからプロレゾそれからログ、HLG すべて内部記録が可能ですので、これ1台ですべての収録が可能になっています。他のアクセサリーがなくても撮影できますので、お財布にも優しい、とてもいいカメラになっています。それからこの小型で軽量な動画撮影システムということで、ジンバルですね、こちらの方の運用についても非常に取り回しが良くなっています。やはり Z9 ですと小型のジンバルに乗せるには少し重量オーバー、ペイロードオーバーですね、こちらの方をしてしまって搭載できない、それからボディのサイズが少し大きいがために干渉してしまうためジンバルが使えない、そういったケースが多々ありました。しかしながらこの Z8 ですとその取り回ししっかりと確保しておりますので、小型のジンバルを用いた自由な撮影が可能となっております。それからさまざまな機材がありますけれども、その機材たちと比較してもこの Z8 はとても軽量な状態で運用することができると思っています。それからさらにクライアント、こちらですね、立ち会いがある MV 撮影、こちらの方では Z6 II では多くの機材が必要でした。しかしながら10ビット動画、こちらのローが撮れたりだとか、多彩な動画アクセサリー、こちらの組み合わせによって必要機材の削減、それからセッティングの大幅な時間短縮が実現しております。この図の通り Z6 から大幅に機材が減っていることがわかると思います。以上、短い時間ではありましたが、 Z8 の開発で独自に積み上げてフラグシップ同等を実現させたことの一端をご理解いただけましたでしょうか。多くが Z9 同等の機能となっていますが、ただ Z9 の技術を流用したのではなく、新たに築き上げた Z8 の価値もぜひ多くの皆様に堪能していただきたいと思います。